メリークリスマス。お久しぶりです。中田優子今日女パンダリ YouTube、 すごく久しぶりになってしまいまして申し訳ございません。今日はクリスマスということで塩奈穂さんのナイトボアラにお邪魔しております。今日でナイトの営業は最後ということで楽しい。でもあの今日も相変わらずかっこいいです。本日は宝塚ファンのお二人のお友達と一緒に来ました。長子ちゃんとあきこちゃんです。ではでは早速、はい、質問していきます。ありがとうございます。優子先生、今年の総括をまずしていただいてよろしいでしょうか。今年はやっぱり2月23日のフェスティーズアジバーサリーから始まりまして、で最後は着物ランウェイコレクションまで行きましたけれども、エンターテインメントのこう自分自身の個人としてももうあのバージョンアップできる1年になり、そうですね、バイオリンももう3度お披露目されてますもんね、はい、そうです。2月23のフィフティーズアニバーサリーで初めて人前で弾いたんですけども、その時が丸1年でしょ、はい、その後ビューティーマダムでも弾いて、はい、であとはあの 歌もあのここのカフェ・ド・ボアラで、そうですね、塩奈穂さんと9月に歌わせていただいて、はい、で11月の着物ランウェイコレクションは、またバイオリンと歌で、はい、もう自分も出てみたいな感じでなんか自分がこう進化するとともになぜか周りも進化してるっていう状況がこう目の当たりにして、やっぱりそれをすればいいんだなっていうのがちょっと分かったかなという感じです。いや素晴らしいです。もうねたくさんの舞台をありがとうございます。では次なんですけど、来年なんか考えてはることとかあるんですか。来年はちょっと撮影に力入れようかなと思いまして。撮影、例えばどんな。あのもう普通のなんか撮影はもう誰でもできるっていうか、いろんな人たちがやってるので、ちょっとアート風なものをもうちょっと取り入れて、はい、ちょっと秘密のスタジオがあるんですけど、秘密そこで、ね、動画撮ったり、はい、撮影したり、それもちろん自分がやるんじゃなくて自分もやりますけど、皆さんにやってもらうためにやるので、ね、私の場合はね。でそれを、ちょっとやったりとか、ちょっといろんな方向で新しいもの、撮影をメインに新しいものも取り入れながら、あとね、パフォーマーは全体の人数が増えてきたので、はい、ユニットをやっぱり作っていこう。ユニットすごい、はい、新しい。めっちゃ練習してる人とか、もっともっとやりたいっていう人がもういれば、たまにでいいっていう人も絶対分かれてくるので、はい、こう集中してもっともっと頑張りたいっていう人たちはユニットを組んでいただいてで、そういうチャンスをいっぱい与えていけるようになればいいかなと思ってます。素晴らしいです。もう楽しみですね、来年が。あと1週間ぐらいですけどね、来年も。ではちょっとね、私気になってるのが、そうやってこうユニットとか新しい撮影、今までと違う撮影とかを始めていかれるということで、あのウォーキングパフォーマー協会として、来年も含め、その後を含めての展望っていうのはどんな感じでしょう。あのね、なんかやっぱりウォーキングもあってダンスもあっていろんなものがあるんだけれども、エンターテインメントって何をやってもいいと思うから、あの来年はちょっと女優体験とかができるようなあの話も来ているので、そういうことも進めていきたいと思います、はい、要はなんかドラマに出る SNS のドラマに出る人たちをこう演技のレッスンしたりとかして、ちゃんと TikTok ドラマに出ていただくとかね。あのちょい質問したいことがいっぱいで、ドラマ、TikTok、あの初めての言葉なんですけど、あ、その話はもうちょっと進んでるので、いつ発表しようかなぐらいの感じなんですけどここでまたあの決まったら、はい、ちょっと衝撃でしたけどもあとあのウォ
ーキングパフォーマーとか和装家パフォーマーとかが卒業とかこう所属してる人たちはあのキャスティングのまあモデルにも慣れてキャスティングのパフォーマーでキャスティングのそういう女優なんかそういうものをこう統括する話も今来てるのでまあそれもちょっとあのしようかなと思ってます。楽しみですね。いやもう私が楽しみであの関東でも始めたからやっぱり関東に私が行くことによっていろんな話がつながってくるんです。やっぱ関東っていろんなことがあるから、はい、でそれで私なんかやってること注目していただいて、はい、提案がすごく多いの で、 はいでちょっとそれを精査しながらこう選んでいいなと思うものをシェアできたらなと思ってます。待ってます。ではではではもう別れも寂しいですけれども、今日はクリスマスであと1週間ぐらいでね、はい、お正月なので、はい、ゆうこ先生から皆さんにご挨拶をお願いいたします。はい、今年も本当に皆様ありがとうございました。何よりもいろんな人たちとたくさんの出会いができたこと、でその人たちと一緒に楽しんでこうエンターテインメントができたことで、日々のそういうレッスンも楽しいし、あの忘年会とか打ち上げも楽しいし、舞台の出演も撮影も全部が楽しいからずっと続いてるんだと思っています、はい、ということで来年からも楽しんでできるようなことを皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと思ってますので、またリアルで会いに来てください。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。メリークリスマス。